ここは上野公園にある日本盆栽協会の事務所。ワシントンの国立樹木園の園長ジョン・クリーチ氏から1976年7月に行われるアメリカ合衆国の建国200年祭に日本の盆栽展を開催したいという申し入れがあったのは1973年8月のことであった。翌74年9月27日、クリーチ園長はアメリカ側の構想を詳しく説明し、盆栽の寄贈を要請するために直接この教会を訪れた。ワシントンの国立樹木園は世界中の美しい花が咲き誇り、木々が生い茂る規模雄大なもので、およそ51万坪はあるというこの園内の中央に最新式の盆栽パビリオンの建設が予定されている。この完成予想図並びに計画書には、盆栽の育成管理に対するクリーチ園長の正しい理解と行き届いた配慮、そして何よりも盆栽に寄せる深い愛情が感じられた。日本の伝統芸術である盆栽に寄せるアメリカ人の高い評価と深い愛情に打たれた日本盆栽協会の役員は、この申し込みに応えて全力を尽くすことを約束した。今世紀の初めに日本から送られたワシントンの桜は、60年余りの歳月を経た今もなお、日本とアメリカとの交友の架け橋としての役割を果たしている。そして今、緑の芸術の平和施設として盆栽が国際的文化交流のためアメリカに渡ることになった。盆栽協会では、日本の誇る伝統芸術が世界の盆栽としての進化を正しく評価され、国際的な脚光を浴びることを喜ぶとともに、この要請に対して慎重に考慮し、十分意見の交換を重ねた結果、一協会というよりも国家的な事業として総力を挙げて協賛することに決定した。できるだけ権威のある送り方をしたいと、そういう面でも政府に働きかけると、万博の時の前例がありますので、強力にですね、我々それを推進していきたいと、こう思っているわけです。国の助成を受けるということですね。そういうことですね。そうですね、一番そうしたいのがありますね。もう一回やって慣れてますからね。そうですね相当な費用がかかるわけですからね。これはね、そうなんですよ、この額は。でやはりあちらへ渡ってですね、その日本の盆栽として、恥ずかしくないものを取り揃えなきゃならないということですから、ただそのご協力者のご奉仕だけに頼るというわけにもいかない、内容を充実したそのバラエティに富んだものを取り揃えたいと、こう考えますからね。それを言い方にしたいですね、はいはい。これは相当その困難もあるでしょうけどね。しかし何としてもこれはやっぱり国家的な力をもらって、そしてこう権威のあるね、ある国際親善の役目を果たしたいですね。こうして関係者の忙しい日々が始まった。アメリカ側の要請に対して広く国家的な事業としてこれを推進し、平和を愛する日本国の代表として国際親善に役立てたいと考えた盆栽協会では、政府関係機関にも協力と援助を要請し、国民多数の理解と協力を求めるために各役員は手分けして具体的な行動に移った。国際文化交流という建前からアメリカ側とも十分意見の交換を重ね、協力体制が出来上がった。
宮内庁もこの事業の趣旨に賛同され、皇居に長く伝わる貴重な盆栽が金城を花を添えることになった。山積みされた問題を処理していくために会合も何回となく開かれた。現在アメリカにはたくさんの盆栽愛好家やクラブがある。しかし盆栽の心を外国の愛好家に正しく理解してもらうのはこれからの仕事である。盆栽パビリオンの計画が順調に進められてアメリカに送られた後は、盆栽としての正しい管理と指導が必要となるし、ひいてはこのことがアメリカの盆栽文化を正しく発展させる礎となるだろう。アメリカに送られる盆栽は日本の文化を、日本人の心を代表するものとして優れたものでなければならない。寄贈される盆栽の選考は慎重に進められた。日本を代表する一品を集めるため、役員は全国の盆栽愛好家のもとに赴いてその協力を要請した。東本清掃する協会役員は身も心もただひたすらこの大事業に打ち込んだ。アメリカ建国200年祭の記念事業の一環として日本の盆栽が展示されるという話を伝え聞いた全国の盆栽愛好家からは協力の連絡が次々と舞い込んで、関係者は嬉しい悲鳴を上げる。こうして3月6日以降、日本盆栽協会には全国津々浦々から寄贈される盆栽が次々と送られてきた。長い間手塩にかけ大切に育て上げた盆栽を心よく寄贈してくれる。こうした盆栽愛好家の並々ならぬ行為には全く心温まる思いがする。贈呈される盆栽が気候風土の異なるアメリカでも立派に育っていくよう、関係者は総出で十分な手入れを行う。古い土を落とし、根を整理し、新しい土を与え、将来の成長を見越して適当な鉢に植え替えてやる。それは遠く異郷に嫁がせる娘に贈る花嫁衣装でもあろうか。楽しそうに盆栽を手入れする人々の姿には、可愛い我が子の門出を祝う
愛情に満ちた思いやりが込められている。樹木の持てる自然な美しい個性がアメリカでもそのまま開花するよう心を込めて剪定し芽を摘んでいく。自分の姿に調和した鉢に植え替えられた樹木はまこと嬉しげに見える。日米両国関係者の努力が実を結び、その実現が迫った3月19日、ワシントンの国立樹木園園長、ジョン・クリーチ氏は、アメリカ政府代表として再び来日した。羽田に出迎えた協会役員との固い握手。そこには夢のような理想を実現した日米両国関係者の喜びに満ちた表情があった。クリーチ園長はその足で盆栽クラブを訪れて寄贈された盆栽を熱心に見つめる。その素晴らしさに改めて感動の声を上げた。あくる3月20日、ホテルニューオータニの鳳凰の間で盛大な贈呈式が行われた。日本盆栽協会高橋副会長開会の辞。本日ここにアメリカ建国200年慶祝のための盆栽贈呈の式を挙行するにあたりまして、全国の日本盆栽協会員一同に代わりまして開会の言葉を申し述べます。この度緑の芸術品である盆栽が建国200年慶祝の役目を帯びまして渡米することとなるのでありますが、盆栽の生命は野に植えられた植物よりはるかに長いのであります。私たちはこの盆栽水石に慶祝の真心を込めてお送り申し上げることは大きな喜びと誇りとを感じる次第でございます。日本盆栽協会岸会長の挨拶。アメリカ合衆国は皆様ご承知のように来年7月に建国200年を迎えられますことを私ども
心からお祝いを申し上げたいと存じます。この度その記念行事の一環といたしまして、この盆栽を通じてアメリカの内外の人々に深くご理解をいただき、ご鑑賞いただくこと、ところに本当の意義があると存ずるのであります。アメリカ合衆国ホジソン駐日大使に対し、岸会長より慶祝盆栽目録の贈呈。Dr. Creech, distinguished leaders, ladies and gentlemen, it gives me great official pleasure and a genuine personal pleasure to accept this treasured gift on behalf of the citizens of the United States. I present you with this medal, sir, and I thank you very much for all your... 国立樹木園園長ジョン・クリーチ博士の挨拶。 And Ambassador Hodgson and honored guests and my many, many good Japanese friends who are members of the Nippon Bonsai Association, who are people who traveled with me many times in Japan over the last 20 years. I bring you greetings from the Secretary of Agriculture. I bring you greetings from the growing numbers of bonsai specialists in the United States. And above all, I bring you my own personal greetings and my affection to the Japanese, whom I have known and loved for so many years. And your understanding of plants and nature... ついで、秋田衆議院副議長の祝辞。本日はこの盆栽の贈呈式がこんなに長やかにかつ盛大に執り行われておりますこと、心からお喜びを申し上げる次第でございます。花束が贈呈され、盛り上がった祝賀気分はそのまま大パーティーに持ち込まれた。日米の友好と平和のために乾杯。贈呈式も無事終了して、関係者のほっとした表情には喜びがあふれる。金屏風を巡らした会場の壁面に並べられた奇想の盆栽53点、並びに水石6点は晴れの日を迎えて美しく装いを凝らし、見守る人々の賛辞の前に誇らしげに見えた。ここ東京盆栽クラブにおいて3月24日から26日の3日間、一般のための感想展示会が開催された。アメリカに贈呈される盆栽の一つ一つには、長い間手塩にかけて育ててきた可愛い我が子を、世界の平和と国際親善のために手放す、盆栽愛好家の思いが込められている。これらの盆栽は気候風土の異なる外国でも半永久的に鑑賞されることを願って、丈夫で
長い生命を保つ由緒ある名木が全国各地区から集められている。皇居の盆栽として赤松一点と秩父高松両三宅から米津賀と楓の計三点、北海道からは蝦夷松、御子、四国からは御用松、九州からは三山霧島ツツジ、久留米ツツジ、肥後椿など53点。また盆栽とは切り離すことのできない水石6点がこれに加えられている。ここには美しい自然がよみがえり、その美しい自然を盆栽という芸術にまで高めた日本人の心が鑑賞する人々の胸を打つ。これらの日本を代表する優れた盆栽の数々は、間もなくワシントン市の国立樹木園に送られて、1976年7月から公開され、末永くアメリカと日本の平和と友情を結ぶ礎となる。出発も間近に迫り、病虫害の予防消毒も十分に行われる。ワシントンの樹木園まで初めての長い旅路に、つつがなく無事到着するよう梱包も念入りに行われる。人々の愛情に包まれて贈られる盆栽に、太陽までがその門出を祝って暖かい日差しを投げかけている。荷造りの最中には植物防疫所から管理官が出張して厳重な検疫が行われた。これまでは検疫という厚い壁のため、日本の盆栽を土をつけたままで海外に送ることはできなかった。今初めて盆栽がそのままの姿でワシントンの樹木園に直送され、1年間の手厚い隔離栽培を経て外国の盆栽愛好家の目に触れることができる。この大事業を成し遂げる推進力となったジョン・クリーチ園長の努力と献身は
いかばかりであったろう。3月31日出発の日、長い間の努力が実を結んだ今、かわいい盆栽は関係者の手を離れてトラックに搭載されていく。梱包された盆栽は7台のトラックに分乗され羽田空港に向かう。積み込みは夜になった。盆栽は特別に用意されたパンアメリカンの貨物便に次々と積み込まれていった。大切な宝を手放す盆栽愛好家の気持ちをそのまま受け継いだ栗市園長とマーチ主任園芸官は、盆栽のそばを片時も離れず、大切に付き添いながら共に気丈の人となった。こうして盆栽を通しての国際親善を願う人々の心を乗せて、緑の芸術、平和の施設は旅立っていく。